皆さんどうも、ピーマンです。今回は前回の実況に続きソフトバンク2連戦の2戦目をプレイしていくよ。前回の実況がね、この交流戦初の黒星となりました。ソフトバンクに勝てず1敗目を喫してしまいましたね。でもまだ1敗目ですから全然問題ない。リーグ2位に転落してますけど、こちらも問題ない。今日は勝つ。よろしく。今日の先発、山本昌、君で行こう。そうだ、君に決めた。頼むよ、昌、最高のピッチングを見せておくれ。今回は出番設定でチームがピンチになると私、ピーマンが操作していくからね。おお、荒木が絶好調、いいね。で、福留さんを外して今日ね、うわ、イチローも調子悪いのか。じゃあ今日センターにね、金城を入れよう。守備力のある金城をね。そして、ライトに稲葉を使おうかな。で、ジョーンズ前回、まあよく打ってくれたんだけど、今日は調子悪いので OK ですね。里崎も全然打ててないんで、まあ今日好調なんで使いますけどね。8番に下ろして、よし、今日のベストオーダーこんな感じで OK でしょうかね。よしよし、これで戦い抜きましょうよ。いや、勝てない相手ではないと思うよ。ソフトバンク負けちゃダメなんですよ。こういう強いチームに勝ってこそ意味があるからね。弱いね、横浜だったりね。まあ、このペナントだと巨人もちょっと弱いですから。あの手のチームからね、白星を稼いだところで俺は喜びはないんですよ。笑顔にはなれないね。常に真顔ですよ。喜べない。さよなら勝ちしてももう、うちのナイン、みんな真顔ですからね。もうおかしな光景ですよ。なんだこれはと。なんなんだこれはと。シュールな画像になっちゃうからね。こういうソフトバンクに勝ってこそ笑顔になれる。よろしく。いきなり2回ピンチだね。バッター松田。ノーアウトランナー1塁3塁。これは、つまり死ねってことですよね。ありえないね。抑えれるわけないよね。はい、山本昌、いきなりど真ん中失投。危ない。はい、流した打球は、正面じゃん、貫通したぜ。誰だ、ファーストは。ガッツか。ガッツを貫通して抜けていった。弾丸だ、弾丸ライナーだ。ガッツは死んだ。嘘だろ、完全に真正面。大丈夫、後続抑える。1点なんてすぐ取り返せる。よし、三振ありがとう。3割4分1厘の長谷川を抑えたよ。おい、待てお前、これキャッチャーで3割4分3厘で、お前これお前どういうことやねん、こら。どう抑えろ言うねん。マサ取って。よし、3割4分の男を抑えて、ありがとう。打率だけだ、怖さはない。あれ、パリーグ主催の試合なの。そういや DH がないよね。なんでだろうな。セリーグ主催の試合ではあれですけど、よくわからねえ。まあいいや。はい、ここ接を抑えて。ピッチャー接になってますからね。今日 DH なしですか。よくわからんな。まあいいや、無事勝利することができたね。ありがとうございます。うん、勝利じゃねえ、まだ勝利じゃねえ、何言ってんだ俺。抑えることができたね。オッケーオッケー、言い間違えたよ。イデホ、よし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 。はい、トゥアウト、ランナー3塁に進塁。ここで柳田、いやごめん、もう勝負出ない。なんて言うと思ったか、バカ野郎。勝負出ますよ。あ、打たれたね。打たれたけど、稲葉いるね。はい、追いつきます。ほう、逃げないよ。マサは逃げない人間だ。柳田だろうが、田中だろうがね。山田だろうが、鈴木だろうが、高橋だろうが、誰だろうがね、どんな名字のやつも抑える。それが山本マサ。覚えておこう、みんな。お、いいね。チーム勝ってる？4対2か。援護くれてるんだけど、ちょくちょく失点してるよね、山本昌。昌頼むよ、下位打線だ。キャッチャーだからね。これもボテボテからの進塁だっていうね。このパターン多いよね。あっさり進塁で許すのはいかがなものかと。おい、なんで3割8分2厘の男が代打してんだよ。流した打球は、松井の守備力は、あー、やばい。素晴らしい、これぞ松井稼頭央ですわ。坂本でも超えられないね、この男は。今確認できた。これが松井稼頭央、素晴らしい。やばすぎる。打つ方でも抑える方、守備でもね。しゃ、そしてまた柳田 VS ですよ。抑えていくぜ。はい。どれを選択する？はい、流した打球は、三遊間、ありがとう。柳田抑えきれず、2アウト、ランナー1塁3塁。盗塁も十分にあるだろう、ここは。盗塁してこないか？
これノリノリモードの内川だね。うわ、このモード入ってるとか絶対もうヒットだろ。絶対打たれるわ。絶対押さえられない。見ててみんな、こんな 100% 打たれるよ。あれ、押さえた？意外にも押さえちゃった。わー、押さえましたね。ありがとうございます。内川なんて大したことないじゃないか。こっちが勝手に過大評価しただけだね。よし、このイニングもゼロですよ。さて、岡島に勝ってますね。2アウトランナー2塁3塁、5対2で勝ってるぞ。いいぞ、このまま勝つぞ。頼むよ。また内川かい。立ちはだかる壁だ。立ちはだかる壁、内川。大丈夫、岡島の場合は大丈夫。はい、ありがとうございます。この打球も低めを打ち損じてのアウト。得点圏で打てない内川はいらないね。ノリノリモードの内川を無事抑えてるよ。さて、9回は、おー、このまま勝利でございましたね。本日はこれで終わり。5対2で無事勝利だ。援護もたくさんありました。山本真さん、勝利をつけることができたね。いや、最高に気分のいい1日でございますよ。山本真さん、今季2勝目、和田さんに今季11号目のホームランが打たれ、生まれましたね。ダレルが今季2セーブ目を挙げました。成績の方見ていきましょう。おー、松井和夫、今日守備で助けられ、打つ方でもタイムリーマルチといい活躍だ。和田さんも3出塁1本のホームラン。新井さんも押し出しのフォアボールも選んでて、おお、今日使った金城も2点タイムリー打っとるね。よかったよかった。起用法がバッチシあったよ。ヘイユー、いいね。お、代打で出たジョーンズも高橋もどっちともヒット打ってる。素晴らしいな。代打でヒット打てるのはね、本当に素晴らしい証拠だよ。ほんで、マサ5回投げて、1失点、失点は2、自責は1で、基本塁打1本、防御率は 3.47 で、今季4、2勝目ですかね、上げることができました。後続のピッチャーも完璧に抑えてくれたね。今日は投手リレーだ。おー、よかった。強打線ソフトバンクに勝つことができたよ。はい、このカードはこれで終わりになりますね。2戦終わりました。1勝1敗と、いやいや、いい戦いできた。負け越しで終えられなくてね、終わなくてよかったかなと。終わらなくてね、言えなかったね。最後まで言えなかったね。はい、5月の試合がこれで終了になりましたね。お、何？大幅能力、わー、ギボンズが能力アップ、マジで？どうしたの？めっちゃ強くなったらしいね。ちょっとギボンズの能力見ていこうか。おー、やべえなー。いやいや、強くなりすぎ。これやっちゃダメな薬やってるでしょねえ。これ使ったよね。いや、これは頼もしいよ。ここでギボンズが覚醒しましたね。外国人、年も33歳と結構いってるんですけどね。さて、5月の MVP は、ピーマンズから陽大館打撃部門で選ばれたね。うちからはないか。ないね。DeNA の伊野が選ばれました。パリーグはブラゼル。素晴らしい成績。で、ロッテの西野だね。わーお、残念。5月も取ることはできず。いや、和田さん取れてもよかったと思うけどね。まあ、それ以上にちょっと陽大館の成績が恐ろしかったね。よーし、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況からロッテ、2連戦がまた始まりますね。オーケーオーケー。まあ、ここまでね、今回、前回のね、実況で1回負けてしまいましたけど、交流戦は非常にね、勝利勝利勝利という最高の流れで来てます。再びリーグ1位に上がることができましたね。まだまだ交流戦でうちのチームは無双していくからね。よろしくだ。じゃあ次回の実況もまた見てくれよな。グッバイ、また会おうぜ。